皆さんこんにちは、オヌです。今日はね、次回作のコールオブデューティーに関する情報っていうのが速報として入ってきたので、今回はちょっとそれを題材にして動画を撮らせていただきます。で、まあ、この情報っていうのは、まあ、かなり朗報なんじゃないかなっていうふうに思ったので、早速動画上げるんですけど、他の大手の実況者さん、ジョーカーさんとかグリードさん、小鉄菜さん、まあ、いっぱいいるじゃないですか。いっぱいはいねえか、なんでもねえわ。まあ誰もね触れてなかったので、じゃあ僕が代わりに触れるかっていうのでこの題材をちょっとお話しさせてもらうんですけど、じゃあどういう情報が届いたのかっていう結論から言うと、次回作のコールオブデューティー2021、まあこれ仮名ですね、にゾンビモードが登場したよと。で、そのゾンビモードがトレイアークとスレッジハンマーゲームズの共同開発で登場しますと。まずね、次回作のコールオブデューティーにゾンビモード登場するのが確定したってので、そこはまずおめでとうございます、うん、僕はね、そこまでゾンビモードっていうのはめちゃくちゃやり込んでる人間でもないんで、あんま偉そうなことは言えないんだけど、とはいえね、ブラックオプスコールドウォーのゾンビモードってのはかなり好評だしね、評価が高いしね、面白いってめちゃくちゃ言われてるじゃないですか。マルチプレイヤーより面白いぞみたいなそれはそれでどうなんだみたいな思うんだけど、まあ、もちろん僕もね、ブラックオプスコールドウォーのゾンビってのは、まあ総プレイ時間、まあほんと23、4時間程度だけど、まあ実際遊んでみて、で普通に面白かったんだよ、めちゃくちゃ、だから次回作にもゾンビモードっていうのは、まあ、出たらいいなっていう風に思ってた矢先で、こういうね、情報、まあ、新作の COD にゾンビモード登場するのが確定したってので、ね、普通に個人的にはかなり嬉しいです、で、まあ、トレイアークとスレッジハンマーゲームズの共同開発で行われるっていうので、じゃあ今までのゾンビモードとどういう風に変わっていくかっていうのは、まあ、そこまではちょっと情報が出てないから、俺が適当なこと言うとね、間違った情報を提供しそうだから控えますけど、まあ、ただ今までのゾンビモードとは、まあ、何かしらの変化っていうのは、まあ、必ずあるはずです。今まで共同開発っていうのは、まあ、されてこなかった中で、まあ、急にね共同開発も始めたっていうので、どういう意図があるのか分かんないですけどね。もしかしたらウォーゾーンが成功して、それでなんか戦略的ななんか変更があったっていう、ね、そういうだけの話なのかも分かんないですけど、で、まあ、次回作のコールオブデューティーって、第二次世界大戦になるっていう風に言われてるんだよね、でスレッジハンマーゲームズが最後に作った作品もワールドウォー2、まあ、第二次世界大戦なんですよ。で、その作品にもゾンビモードっていうのは登場してて、でもちろんその作品のね、そのゾンビっていうのも普通にめちゃくちゃ面白いんだよ。なんか俺個人のその感想としては、なんかワールドウォー2のゾンビって、そのなんか BO シリーズみたいなこう謎解きっていうのももちろんあるし、結構そう謎解き起こってる部分もあるんだけど、どちらかというと普通にめちゃくちゃなんかこうホラーチックというか、やっぱ本当になんかホラーゲームみたいな感じがするんだね。ザ・ホラーゲームみたいな。だから BO シリーズのゾンビって、なんかそういうホラー要素よりも、なんかどちらかというとなんか本当に謎解きメインだったりとか、まあ、クリアすることがもうメイン、まあ、要は謎解きがメインなイメージがあるんですよ、今までやってきた中で。まあ、だけど、ワールドウォー2のゾンビは、なんか その謎解きプラス、ちゃんとホラー要素も、普通になんかめちゃくちゃ怖いわけよ、やっぱ、今までのコールオブデューティーのゾンビと比べて、やっぱワールドウォー2が俺はダントツ、もう一番でクソ怖い作品だと思うのね。だから、そういった意味ではかなり、スレッジハンマーゲームズの作るゾンビモードってのは期待できるし、その上でね、トレイアークも共同開発するよっていうので、もう本当に、めちゃくちゃ面白い作品になるんじゃないかなっていう風に思ってます。ただ、ね、ワールドウォー2のゾンビとどういう風に変わっていくのかっていうのが、ちょっとよくわかんないよね。同じさ、時代背景だから、どうしても、似てしまうものはあるんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあそこら辺もちょっと情報が出てこないから、まあわからないよね。で、コールオブデューティーのその次回作で、まあこれ余談なんだけど、まあどうしても配信開始日
うん、まあ、あの次回作の発売日ってのが、まあ、遅れてしまう可能性ってのがすごい高いわけよ、うん、まあ、それもあの僕のチャンネルの、過去動画でもその2021年、まあ、次のコールオブデューティに関する情報をってのを喋ってる動画で、同じこと言ってるんで、そっちもちょっと見てほしいんだけど、もしかしたら2022年になるかもしれないっていう話まで出てきてるわけよ、うん、まあ、やっぱりそれはどうしてもコロナウイルスの関係上、やっぱリモートワークとかっていうのは多分導入してるだろうから、まあ、そういった関係上で開発が遅れたりとかっていうのはまああると思うんだよ。まあそれはしょうがないよね。うん、まあ、だから本当ブラックオプスコールドウォーカー、まあ果たして1年間持つのかって言われれば、俺はちょっと持たない気はするんだけど、まあ2022年になるかもしれないっていうのはまあしょうがないよね。うん。まあそれも、まあ、結構みんな知ってる話だとは思うから、うん、まあこれ以上掘らないけれども、でゾンビモードの話に戻ると、まあ結構ね、その今までの作品で、そのまあなんでね、そのゾンビモード確定もしただけでこんなね、なんか朗報朗報っていうのかっていうと、結構今までの作品でもゾンビモードがないものってあったんだよね。まあ、まあ、BO シリーズっていうのはまあ必ず毎回ゾンビモードはあったけど、インフィニティワードの作る作品だったりとか、まああとスレッジハンマーの作る作品、まあ、AW とかでもゾンビモードっていうのはなんかちょくちょくねなかったりする時があるんですよでその度にね、ゾンビモードの熱狂的なね、ファン層がかなり悲しむっていうので、うん、俺はもうどの作品でもゾンビモードは入れてほしいっていう風に思ってる人間だから、まあ、逆に俺はキャンペーンモードがね、うん、いらねえんじゃねえかなっていう風に思うんだけど、うん、キャンペーン作る、まあ、まあ、あるに越したことはないんだけど、それ当然なんだけど、キャンペーンモードを作る余力があるんだったら、俺はマルチプレイヤーとかゾンビにもっと力を入れてほしいなっていう風に思う側の人間なのね、うん、だからね、これからもまあコールオブデューティ2021年もそうだし、まあ、本当もうずっとね、その次の次の作品、うん、とかでもゾンビモードってのは僕はどんどん導入していってほしいなっていう風に個人的には思ってます。まあ、そんなこんなで、次回作のコールオブデューティ、にももちろんゾンビモードは登場することが確定しましたと。でそのゾンビモードはスレッジハンマーゲームズとインフィニティワードの共同開発で行われるよっていうお話でした。まあ、かなり期待できるんじゃないかなっていう風に思います。まあ、そんなところでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。